業野球クラブ、現在の読売ジャイアンツが結成。職業野球発展に向けて、早速、読売新聞社の正力松太郎さんから沢村さんは入団の勧誘を受けます。最初は慶応大学に行くため断っていたものの、正力さんの熱意や、裕福でない家庭の事情に配慮して、入団が決まったといいます。これが、良くも悪くも沢村さんの人生を大きく動かします。職業野球リーグが開始された1936年、沢村さんは下記リーグより巨人が参戦しますが、チームは2勝5敗と苦戦し、沢村さんも1勝1敗の平凡な成績に終わります。実はこの頃、アメリカ遠征で投手が大切にされるのを見てきた沢村さんをはじめ、投手陣は監督の藤本貞義さんに反抗的な態度を取っていたそうです。練習にも身を入れず、試合で負けてもヘラヘラし、夜は宴会ばかりの有様だったとか、暗黒期の横浜みたいな状態ですね。特に野手陣が猛練習するのを横目に、投手陣はのんびり練習見物をしていたそうですが、新人の白石敏夫さんが猛特訓に耐えて死に物狂いで練習する姿を見て、投手陣も心を入れ替えて練習に励むようになったそうです。特に目が覚めるのが一番早かったのは沢村さんで、目の色を変えて練習に打ち込むようになり、練習相手だった捕手の中山武さんによると、特訓の打ち上げの頃には完全に全盛期の水準までコンディションが回復していたといいます。そして秋季リーグでは9月25日の対大阪タイガース戦で中山武さんとのバッテリーでプロ野球史上初のノーヒットノーランを達成。シーズンでは13勝2敗、巨人に初優勝をもたらしたのです。